イーサ・ビン・サルマーン・アール・ハリーファは、バーレーンの初代アミールである。イーサは、バーレーンのアルジャスラで生まれた。父は、サルマーン・ビン・ハマド・アール・ハリーファ。母は、ハマド・ビン・イーサ・アール・ハリーファの娘のムーザ・ビンとハマド・アール・ハリーファである。1961年11月2日に、父が亡くなったことにより、その後を継いでハキームとなった。イーサは1968年に、 ナジャフのアーヤとラームシン、アルハキームを訪問し、シーア派との関係強化に熱心であることを示した。イーサの知性の間に、バーレーンは1971年にイギリスから独立し、イーサは初代アミールとなった。バーレーン政府は当初、アラブ首長国連邦に加盟することを検討していたが、イーサは提案された憲法への不満を理由に、UAE への加盟を撤回させた。 その後、イーサは、議会制民主主義の穏健な形態を導入しようと、試み、1973年の議会選挙では、すべての男性に投票権を与えた。しかし、1974年に政府が提出した、国家安全保障法案の可決を議会が拒否したため、1975年8月に、イーサは議会を解散した。イーサの治世中に、 議会制に復帰することはできず、アミールは左翼陣営やイスラム主義陣営から時折あった抗議との戦いを余儀なくされ、それは1994年にピークに達した。治政中は弟のハリーファとの取り決めにより、アミールは外交的、儀式的な役割を果たし、ハリーファは首相として政府と経済をコントロールしていた。イーサは38年間のアミール時代に、 バーレーンを近代国家へと経済的に転換させ、ペルシャア湾岸地域の重要な金融センターとしての地位を確立させた。その一方で議会を解散させ、絶対的な権力を握ったとして批判されている。イーサは1999年3月6日、アメリカのウィリアム公園国防長官との会談の直後、首都マナーマの政府庁舎内で心臓発作のため死去した。 67歳だった。最後に、公の場に姿を現したのは、死の1ヶ月前のヨルダンの不正員一世国王の葬儀だった。アメリカ大統領ビル・クリントンは、イーサの死のニュースに、深い悲しみを表明し、イーサを平和の良き友人と称えた。コフィアナン国連事務総長も、大きな悲しみを表明し、イーサを地域の安定のための力と表現した。イーサの遺体は、 あるリファー墓地に埋葬された。長男のハマドが後継のアミールとなった。イーサはサルマンビン・イブラヒム・アル・ハリーファの娘であるいとこのヘサ・ビンとサルマーン・アール・ハリーファと1949年5月8日に結婚した。ヘサとの間には息子5人と娘4人が生まれた。ありがとうございます。